Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más。なんで金髪なんですか。ちょっとさ、まず乾杯から始めたら。はい、お疲れ様です。その間に考えてるよね。もう、はい、お疲れ様です。はい、変な方の別音と。スマイリー出会いにしろ。ザッザッって感じでございます。本日もよろしくお願いします。はい、乾杯でございます。どうも。出てますね、声が。今日もデコシですね。ちょいちょいね、俺の目見てないんだよ。ずっと今話してる間ね、ここ見てた今。人の目線ってそんなすぐ分かんだよね。で、私がそれ言うと気にしすぎだって言うんだよ。ハンターね、神経、神経質めちゃめちゃ神経質なんですよ、これうわー、うまい。あ、そうだ、チェラさんと腕相撲をしたらどっちが強いかやりましょう。絶対強い。で、僕の方が弱いんで、先にてっちゃんの方が、僕が力入れます。で、その後にてっちゃんが力入れます。はい、いきますよ、はい、レディーゴー。見られて恥ずかしくないのって言われて撮ってますけど。あ、撮ってんのかい、撮ってんのかいそんなの気にしてたら YouTuber はできないっすよ。撮ってんのね。ナッカさん見てますか。ナッカさん、これ消されるかもしれないけど。なんで急にナッカさんの話題。いや、だから自分の方で言えなかったから。あ、そうなんだ。言えなかったからさ。そうそうそう。いや、今撮ってるから自分の方にも言ってこと。ナッカさん見てますか。てっちゃんで、ナッカさんのこと全然大好きですからね。なんかいろいろほら、大人の事情とかって芸能界もありますけどね、大人の事情いっぱいあると思いますけど、鉄夫は中さんのことやっぱ好きですからね、はい、ありがたい、いい目で見てやってくださいね。僕嫌いだって言ったこと一度もない。一度もないんですよ。知ってる。あ、知ってますうわ、あえて微妙な間を作ったっていうねひどいな、この人林会長の質問、はいはい、これまで一番気に入らなかったリフトマンの態度対応。おお、すごい。そして逆にめっちゃ気に入ったリフトマンの態度と対応はどんなものでしょうか。会長素晴らしい、マジで。もうそれ、そういうの大事よね。それ会林さん、やっぱり林会長です。最高です。伊達に会長ではない、はい、だからね、俺はもう今ね、てっちゃんがどこまでカットしてどこまで流してくれてるかわかんないけど、やっぱこういうね、楽しんでこういうことを、あ、一緒一緒、俺らも一緒のことやりてやりてとかね、うん、思えるから、やっぱ共感してもらえるんであれば、やっぱり申し訳ないけど流れちゃうような人から来てくれる方が僕らは流れない。僕ら流れないから。あ、そうですね。僕らのところに DM が来るなんて1日2通かな、まあ、てっちゃんがだから4通かな、はい、質問というのは。あ、そうだ、はい、チンコが22センチの話どこ行ったんですか。あれ、その場で測ったよ。まず持つ、出せ、ね、まず出せ。それはお前ほんと良くないよね。良くない。応援してくれてる人がいて、みんな持つってやってくれてんのに、はい、それはお前良くないから、この動画が出た時点でもう解放しないとダメだよね。で、テイラさん電話切るの早いあ、分かった、ありがとう。で、あ、じゃあって、俺がじゃあって言ったら、あの消える前にもう切れてるあ、これ電話切るの早いそこに余韻も何もないの、この人。まあ言っちゃ、言われちゃまずい話もないし、基本的には。この先、はい、結構しますよ、俺だから全然。いや、分かってる、分かってる、分かってるよ、分かってるけど、まず子供とかって好きなのかな。子供意外と俺好きで。